TCL の折りたたみスマホプロジェクトシカゴが CES2022 で展示されていました。はい、皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家山根康弘です。 TCL の縦折りのシカゴが CES2022 の TCL ブースにありました。去年は、発売予定がね、ディレイということで、今年出るんじゃないかと言われています。まあ注目はね、やっぱりこの折り目が見えないというかね、多分ティアドロップ型なのかなという感じで、まあうっすら見えるけど、まあ明らかにねサムソンとは違います。そして一応フレックス的に途中で止まりますね。で閉じるとゼロキャップで隙間がありません。でね、サイズ感持った感は軽いですね、非常にね。これはこれでね、やっぱりなんだろう、ファッション携帯というかファッションスマホというか、折りたたみってこれありって気がどんどんしてきますね。やっぱり見た目ちょっと可愛いじゃないですか。でサブモニターがあって、ここでまあ通知見たり、カメラのファインダーにもなるみたいなんですね。まあそのあたりは続報の記事をお待ちください。非常にマットな質感で、ギャップはありませんね、隙間がなし。ディスプレイは若干出っ張っていますね。こちらでアプリのショートカットがいけますね。多分こちらは通知だと思います。本体を開いてみましょう。非常に軽いですね。自由な位置に止めることができます。完全に開いた状態ではフラットですね。折り目は若干見えますが、ほとんどないですね。フレックスモードを試しましょう。カメラを起動します。この状態で畳むと、はい、このように上側と下側で分かりますね。このあたりはね、折りたたみスマートフォンとしての UI うまくできるかと思います。ということで悪くない感じします。軽いし、 TCL が縦折り出してくると横折りよりもですね、この縦折りスマートフォンがね、急激にね普及始まるかもしれない。そう思いました。